れて婚約中の市川雷蔵さんと遠田恭子さんが藤山勝彦氏夫妻の晩酌で結婚式を挙げました。当日花嫁の控え室で挙式の支度をする恭子さん、純白の地に花模様をあしらったフランス製のウェディングドレスに真珠のネックレス、イヤリング、今まで学園生活を送っていた恭子さんにふさわしい豪華ながら清楚な装いです。市川家の控え室では仲人の大日本製陶社長藤山勝彦氏夫妻、永田大栄社長に囲まれた雷蔵さん、人生の本番を前にしていささか緊張した面持ちです。父の樹海さんはいいお嫁さんでこれで安心とただただ嬉しそう。挙式は両家の親族20名で出席、厳粛なうちに執り行われ、めでたく三三九度の杯を交わし、新生活のスタートを切った新夫妻は春の記者会見に臨みます。雷蔵さん夫妻は式の感想と聞かれて、いろいろお芝居ではね、数回結婚式をやりましたけどね、まあなんていうの、本当の結婚式はやっぱり、ね、そういう結婚式ってのは慣れてるもんですけどね、やっぱりなかなか緊張して、なんですか、身が引き締まるような感じがいたします。よしおさんの気持ちに沿っていきたいと思います。これからですね、奥様なんとお呼びになります、ね、そう、名前は京子さんですか。やっぱり京子さん、京子さんはなくなるかも。奥さんの方は旦那さんをご主人なんとお呼びになる予定ですか。だんだん変化するでしょうね。まあ最初は吉尾さんと呼んでいただけるだろうと思います。この俳優として完成することとね、家庭のいい夫として完成することと、うまくね、両方が両立できるようにね、すなわち即両方が一つであるということになるようにね、それがまあ大きな考え方だと思うんですけど、ね。財界、文壇、芸能界のそうそうたる顔ぶれが250名列席、盛会を極めました。高橋敬三さんの司会で式は進められ、新郎の友人三島由紀夫氏ほか吉屋信子さん、河野農林大臣など次々に祝辞を述べます。つい先頃結婚式を挙げたばかりの勝新太郎さん、玉尾さんはもう落ち着いたもの、キンキンおめでたの山本富士子さんは自分の時を想像してかちょっとそわそわのせいです。ウェディングケーキにナイフを入れた後、大野万牧師の温度で乾杯、お似合いのカップルの前途を祝しました。夜のパーティーにはジャーナリストや新夫妻の友人など300名がお祝いに集まり、砕けた雰囲気で大にぎわいとなりました。文金高島田に総模様の振袖姿にお色直しした京子さんと大蔵さんは連れ出して挨拶に回ります。しかし人気スターの結婚とあって絶え間のないキャメラの方です。慣れない京子さんをしきりと気遣って大蔵さん、早速愛妻ぶりを発揮していました。